はい、こんにちは、空の目です。はい、まあ、今日はね、ということで、富士越峠、を走ります。はい、そうですね、この道はトリッカーとかね、まあ、そういうオフ車で走れば、ほぼ、なんていうのかな、とてもイージーな、道なんですけど、オンロード車で通るとなるとやっぱりちょっとね、なかなか、難しい部分もある道です。まあ、例えば、まあ、道幅は当然細いですし、こういった感じで堆積物というのがね、非常に多いです。で、山の上の方に行くとね、さらに、中央部分というのは、グリーンベルト、はい、苔がね、非常に生えている道です。はい、まあ、ですのでね、まあ、しかも今日はちょっとウェットのコンディションなので、まあ、この状況でね、このホーネットが、うわ、これぐっちゃぐちゃだな、どのぐらい、走れるのかというのをね、まあ、テストをして踏まえた上でね、富士坂峠、まあ、冬場になるとは思うんですけど、やってみたいなというふうに思います。はい、で、まあ、この季節、秋の時期というのはですね、富士坂峠は、まあ、やっぱり、今もね、実は通れないんですよ。あの大木が、倒れてて、倒木がね、あって、通行止めになっちゃっているので、まあ、実際今やりたくてもできないんですけどね、まあ、秋の、季節というのはね、大体そんなもんです。うわ、うわすごいな。まあそうだな、まあせっかくね、何か話をしようと思ったので、そうですね、まあちょっとね、今日はバイクに、乗っててよかったなと、まあ逆にリターンして、僕自身がよかったなと、いう話をちょっとしていきたいなというふうに思うんですけど、よくね、僕の動画をね、見て、リターン、しましたって言ってくれる人がね、本当に、結構いらっしゃって、でそういう人たちがね、本当に口を揃えてね、リターン、空の目さんの動画を見て、リターンしてバイクに乗り始めてね、一回リターンして、でそれすごく良かったと、いう言葉をね、いただけるんですよ。こういう動画を出してる、まあ、人間にとってはね、本当にね、この上なく、嬉しい話なんです。まあ、ただでも、じゃあ僕自身の話は、どうなんだというところだと思いますんで、まあ、そこを話したいんだけど、まあ、僕自身がね、リターンをしてバイクに、乗って、本当にね、この上なくね、良かったと思ってるんですよ。だから、僕はバイクの良さ、を伝えたいんで、リターンをしようかどうか迷ってる人がいたら、その人の肩をね、ちょっとでも、押したい、で、そういう気持ちが、あるからね、こういう動画等もバイクの動画を作っているわけなんです。まあ、僕はね、バイクには、若い頃から、乗ってました。はい。で、まあ、オフロードもね、まあ、これはちょこっと乗ってたぐらいですから、まあ、東京なんでね、乗ってましたし、オンロード車の方が多かったですけど、やっぱり、乗ってました。まあ、それでね、やっぱり僕、駆け落ちなんですよ。女房とね、神さんと。駆け落ちっていうのもあって、まあ、裸一貫でね、東京から、出てきました。で、まあ、本当に初めはね、裸一貫で、出てきましたからね、何もないですよ。まあ、住むとこもないし、なんていうのかな、生活用品だって、そんなにあったわけじゃないですしね。で、バイクもね、当然、持っておりましたけれども、処分をしてね、まあ、車は、引っ越しにも使えますから、車を処分するわけにはいかなかったですからね、まあ、バイクは処分して、こちらに来たわけですね。まあ、それで、嫁さんと一緒になってね、本当に目が回るようなね、初めは、生活でしたね。本当にバイクに乗るなんて考えもしなかったです。まあ、そうこうしてるうちにね、毎日、毎日生きていくのが精一杯で、でそうこうしてるうちにね、子供が、できてね、でその、子供がね、いろいろ、マサトなんですけどね、いろいろな問題があってね、本当にね、なんていうのかな、毎日がなんていうんだろうな、全く余裕がない、糸が張り詰まったようなね、生活だったんです。仕事とね、家庭、両方で。で、
本当にね、旗から見てもね、その時の僕っていうのは非常にこう張り詰めた糸みたいなね、状態で、仕事でもね、なんていうのかな、もうピリピリ、してたと思います、うん、でそんな時ですよ、ある時ね、僕の、まあ、上司、あのバイクに乗る上司がいましてね、でまあ何気なしにね、バイクの話になったんです。で、空波くんはバイクには乗ってなかったのっていうような話をされたのでね、まあ、僕はあの、まあ、実はね、カクカクしかじかで、まあ、乗ってたんですけど、まあ、今はねもう全然そういう余裕がなくて、乗ってないんですっていうね、話を、したんですね、そしたらね、その上司がですね、ぜひね、もう一回バイクに、乗りなさいと、乗りましょうと、まあ、そういうふうにあの僕に、言ってくれたんです。まあ、それでね、初めはあの私はね、まあ、いや、とんでもないです、もう今、とてもね、あのそんな、余裕がないです、まあ、仕事もこちら変わってきてね、ギリギリで一生懸命、やらせて、もらっておりますし、あの家庭もね、本当にいろいろ大変で、もう本当に僕、今、人生の中で一番ね、なんていうのかな、いっぱいいっぱい、マックスの、フルスロットル、バイクでいうとフルスロットルの状態でね、走り続けて、いる状態ですから、まあ、さらにここにね、オートバイというものが入り込む余地は、ないですね、ないんです。はい、まあそんな感じでね、その上司に、言わせていただいたんです、まあそしたらね、その上司が僕に、なんて言ったかっていうと、だからこそなんだよと、だからこそだぞと。俺も、大変な、時があったと、まあ、実はねその上司 のお子さんもね、僕の子供と同じでいろいろ問題が、あるお子さん、なんですね、で、まあ、当然仕事は僕よりも重責を担われているわけですから、当然ね、大変だと思います、で、まあ、自分もね、そうだったと、でもどうだい、その波くん、君は、いつも銃の力でね、まあ、オドバイに乗ってた頃のことを思い出して、見なさいと、銃の力で、峠を、走ってずっと走り続けていられるかいってそう聞かれたんですね、まあこれ林道でもいいですよね、まあ、こういう道でもいいです、まあ、常に自分が走れるギリギリの、目いっぱいの速度でね、ずっと走り続けて、いられるかいと、そう言われたんですね、まあ、それは無理ですね、で、まあ、即座に、返答をしました、だからこそバイクなんだぞ、そう言われたんですよ。初めはね、意味がね、わからなかったですね。なんか今でさえこう何かをする時間もないと思って、いたのにね、そこに来てさらに、まあ、休みの日にバイクに乗ってね、一人で、その辺を走り回るなんていうことはね、もう、まあ、僕にとっては本当にもう夢のまた夢、まあ、そんな風にね、考えていたんですよ、まあでもね本当にねあの上司の人がね、なんていうのかな、本当に熱心に勧めてくれたんですね、ぜひ乗りなさいと、
まあ、そこでね、僕は、まあ、じゃあ、まあ、そこまで言ってもらえるならね、まあ、今もう本当に苦しい状態ですから、もう藁にもねすがる思いですよ、藁にもすがる思いで、まあ、ちょっとでも気持ち的にね何かリフレッシュできるんだったらいいなというふうに思ってね、まあ、何かバイクを買おうと思ったんですけど、初めはもう昔みたいにねこうやって、マニュアル車に乗ってね、走るとか、オーク車に乗って、林道を走るとか、まあ、そこまでのことっていうのは到底想定、できませんでしたから、PCX をね、買ったんです、スクーターね、まあ、それで、僕は、三重県で、リターンをしたわけなんですよ。なんかちょっとあのシールドが曇ってきたんでちょっと開けます。ちょっと音がごめんなさい、あのマイクの音が変わるかもしれませんけど、まあ、それで PCX にね、乗って、こういう道をね、初めはね普通の道でした。で、普通の道を走ってもねめちゃくちゃ楽しいんですよね、めちゃくちゃ楽しいので、寝る時間を削ってもね、自分の時間を作って、走るとね本当にリフレッシュするんですよ。嫌なこと全部忘れんので、一回自分の張り詰めていたね心の糸が一回緩むんですよ、そこで、で、まあ、遊びができてね、でまたあの仕事、家事っていう形でピンって張り詰めて、ることによってずっと張り詰める状態がなくなったんですね、その緩む張る緩む張るっていう、そういうメリハリがね僕の生活のリズムの中に、できたんですよ、これは大きかったね。まあ、それでね、そのうちこういうね、アホな道PCX で走るにはアホな道をね、走るようになって冒険、をしだしたわけです、そうしたらね、もうそれがね本当にね、なんだろう、もうあの子供の頃の気持ちに帰れんの、子供の頃冒険してたでしょみんな、あの自転車に乗ってさ、山に行ったりね、そういうね冒険した時のね、気持ちをね取り戻せるんですね、まあ、そういった時にね、張り詰めた、糸がねたるむ量っていうのが、なんていうのかな、そのどん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 ねたるむ量が増えてくる、そうすると今度仕事家事仕事家事っていう風になった時にね糸がね完全に張らなくなるんですね、気持ちに余裕ができる。普通考えられないじゃないですか、何かやることを増やすということは、時間が少なくなるわけですから、どんどん余裕がさらになくなるはずですよね。でも違うんです、僕の中ではどんどん気持ちに余裕ができたんです。だから本当に、こうやってね、まあ、今日も休みだけどバイクに乗る、これが、僕の、人生にはなくてはならないものに、今はもうなってます。それからね、バイクに乗らなければ、なんだろう、こんなにこの年になってね、人間40、50のような年になってそんなに友達っていうか知り合いっていうかできないじゃないですか、普通ね、できないですよね、なかなか。しかもそんな日本中のような、レベルでね、何々県にも知ってる人がいるし何々県にも知ってる人がいるしっていうような、そんなのちょっと考えられないですよね。まあ、これは、まあ元ブログっていう形でね動画を出してるっていうこともね、あるのかもしれないけども、まあ始まりはバイクですから、バイクに乗らなければおそらく、僕は今、知ってるたくさんの人々と、出会うこともなかったし、まあ実際に会ってなくてもね、まあこうやって、動画を介してね、いろいろな気持ちなどやり取りするということは相手はいなかったと思いますね、だからね本当に、バイクに乗っててよかったと思うし、そして本当に、バイクに、帰ってきてよかったなというふうに、思ってます。だからこそなんですよ。だからこそ、僕は、
イクに乗ろうか、またはリターンをしようか迷ってる、人がいたら、ちょっとでもいいのでその人の肩を押せる、そんな、一言が、言えるライダーに、これからもなっていきたいなというふうに思っています。バイクはいいよな。バイク最高。